おや、君は旅人だろ。君のような実力ある選手は出場禁止だよ。特別にお達しを受けたからね。おっしゃる。犯罪者でも命は惜しいものなんだ。分かってくれ。でもここには優れた実力を見せれば特別許可権がもらえるゲームもあるよ。どうだい、興味はないかな。もしゲームで負けたら特別許可権を取られちゃうのか。そりゃそうだろう。鉄拳闘技場は残酷な場所なんだ。ラストマファズム。わかった。それではルールを説明しよう。まず目の前に的が順番に立てられていく。的が立った順にそれを打っていってくれ。連続で何ラウンドもノーミスで進められれば特別許可権をゲットできる。ただし打つ順番を間違ってしまったら失敗だ。1回につき300枚の特別許可権が必要だけど、やってみるかい？あ、クラ。毎度あり。それじゃあゲームを始めていいよ。Herausforderung der Pankration Arena. Die Ziele schießen nacheinander nach oben. Sobald das Ziellicht blau aufleuchtet, musst du die Ziele in der Reihenfolge treffen, in der sie nach oben schießen. Bestehe so 4 aufeinanderfolgende Runden, um die Herausforderung abzuschließen. Umgekehrt führt eine bestimmte Anzahl von Treffern der falschen Ziele zum Scheitern der Herausforderung. Unterbrich die Herausforderung oder verlasse das Herausforderungsgebiet und sie wird ebenfalls scheitern. Na gut, das war jetzt wirklich nicht schwer. やっぱり侮れない実力の持ち主だったな。どうして君が正式な格闘大会への参加を禁止されてるのかよく分かったよ。命が惜しい奴は君と同じリングには絶対立ちたくないだろうな。Ach du alter Schmeichler du。そういえば君たちはまだ格闘試合の勝敗予想をしたことがないらしいね。ロシモフのところで支持する方の投票権を買ってみるといい。当たれば結構な報酬がもらえるよ。でもオイラたち、ここの選手のことはよくわかんないし、誰を支持すればいいのか。それが普通だからゆっくりなれればいいよ。試合を何回か見ていれば報酬を稼いでくれるやつが誰なのか分かってくる。確かに。な、ちょっとやってみないか。十分な特別許可権を持ってるなら適当に投票権を買ってみるのもいいかもしれないぜ。適当に買ってみるって、なんて言えばいいか。まあ別にダメなわけじゃないけどな。ちょっとは慎重に考えるんだよ。適当すぎないようにね。適当すぎるってどういう意味だよ。ああ、könnte sein, dass es da eine Art Regel gibt。ここで投票権を買ったことがないにもかかわらず、ルールの存在に感づくとはね。戦闘の腕だけじゃなくて、勘もいいみたいだ。Eine der Geheimregeln war? ここまで来たら、お得意さんにもなってくれそうだし、ちょっとだけ教えてやるよ。君たちみたいな客は失いたくないしね。そんなに深刻なことなのか？この隠しルールは、もし格闘が始まる前に双方の選手の投票権を買ってしまった場合、次の日の朝良くないことが起こるというものだ。つまり双方の選手の投票権を同時に買うってのが条件なんだな。それって絶対損するんじゃないのか。そんなことをするやつなんているのかよ。よくないことって何なんだ？さあ、僕はそんなこと試したりしないからね。でもこの件について
こんな噂を聞いた。ある覆面の戦士は抜群に腕が良くて戦闘力も高かった。その頃闘技場に彼の相手ができる者はいなかったほどだ。決勝戦、主催側は彼に覆面を外すよう呼びかけたんだけど、彼はなぜか固辞して試合にも出てこなかった。その後二度と姿を見せなかったってさ。死んだとか主催側にやられたとかいう人もいたけど、彼が何よりも名誉を大事にする人だってことはみんな覚えてる。双方の選手を同時に応援する奴がいたとしよう、それは彼にしてみれば間違いなく試合を侮辱する行為に他ならない。だからそいつの怨念がそういうことをする奴に罰を与えるっていうのか。Hast du da mal gesehen, wie wirklich aussieht? ずっと覆面してたし、意図的に素性を隠してたから、僕は彼がどういう人なのかは知らないな。旅人、まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか？ Das könnte vielleicht der Tag der gewesen sein, ne? Wir werden das mal versuchen. おい、本気か？werden wir. 嘘だろう。親切に忠告してやったのに、あえてそうするっていうのか？そうだぞ。第一、めちゃくちゃ怖いじゃないか。Für mich hört sich das nach einem guten Hinweis an. しょうがない。おいらをちゃんと守ってくれよな。両方の投票権を買うなら、多分3000枚ほど特別許可権が必要だ。十分貯められた頃に試してみるといい。ただ、何があっても知らないからね。あ、wie praktisch, wir haben über 3000. Verlässt die Pankration Arena und kehrst in den Wohntrag zurück. 今日はすっごく早起きだったせいで、午後はずっと居眠りしてたぜ。やっと寝る時間だな。起きたくないぞ。昨日の疲れが全然取れてないみたいだ。さあ、どうするな？wir gehen zur Arena. Offensichtlich. Also, wir könnten erstmal skippen und dann gehen wir rein. Noch keine neuen Hinweise. Es könnte sich lohnen, öfter im Produktionshaus zu arbeiten. Mal sehen.Okay, also doch nicht. Na gut. Oira tachi, taksan hataraku uchi ni, dandan kotsu ga tsukamete kita yona ki ga suru ze. Demo, zutto onaji koto bakka shite ruto akichau yo na. Omae wa daijoubu nano ka? Schauen wir mal, ob es ja, also eigentlich das gleiche Gespräch, was wir schon sitzen hatten. Tama ni wa lak suru no mo waruku nai yo na.Kann man sich ja fast wie in dieser Déjà-vu-Spirale wieder zurückdenken, was wir im Sumuro hatten. Zur Arena. Oh, 鉄拳闘技場なら何か手がかりがあるかもしれないよな。お二人さん、投票券を買いにいらしたんですか？次の試合が間もなく始まりますので、買うなら今のうちですよ。次の試合の選手は誰なんだ？今回の人気チャンピオン候補、キバ選手と東感覚エリアのトキシン選手ですね。それってあだ名か？それとも自分で作った肩書きか？変わった名前だな。あなたたちは初心者のようですので、少しアドバイスをして差し上げましょう。今回はキバ選手にかける人が多そうですが、トキシン選手こそダークホース的存在。つまり今回の試合、私のおすすめは？ああ、だ、パスチュー、ウェイカフェ、バイデ。へえ、
両方とおっしゃいましたか。初心者だというのは一目で分かりましたが、まさかそこまでとは。もしかしてルールをまだしっかり把握していらっしゃらないとか。もう一度詳しく説明しましょう。つまり、いやいいんだ、こうしたらきっと損するってことも分かってるぞ。分かりました、いいんですね。一旦お買い上げになれば返金はできかねますよ。いいから特別許可券をもらっとけって。Ach, haben wir den Kampf gar nicht mal mit angeguckt. Wer ist denn das? Tabibito, Paimon.荷物が届いてるぞ。次は自分で受け取れ。俺は配達員じゃないんだ。ああ、荷物、お前何か買ったのか。おいらまだ寝てたいから、お前が行ってきてくれ。Aber ich hab doch gar nichts gekauft。おお、昨日隠しルールに逆らって投票権を買ったんだよな。もしかしてこの荷物がコリンズの言ってた良くないことなのか。一気に目が覚めちゃったぞ。どこかに隠れてるから飽きたら呼んでくれ。おい、ちょっと待ってて、オイラがまだいるのになんで開けちゃうんだよ。Übertreib mal nicht, ey. Schon nichts Unheimliches. なんだ、お前大丈夫だったか。おいらに見せてみろ。Eine Flasche。なんだ、ただの瓶じゃないか。でもこの中の液体の色ちょっとヤバくないか。Den Gerüchten zufolge soll ein Pankratiast verschwunden sein.Und die Farbe der Flüssigkeit in diesem Fläschchen sieht eindeutig wie Blut aus. Also für mich nicht, aber für ihn. Für mich sah es jetzt eher wie keine Ahnung, ein Himbeersaft aus oder so. Möchtest du mal probieren? Sieht so aus, als müssten wir es dann wohl selbst herausfinden.ことなのか分かるまでこの瓶は開けない方がいいと思うぜ。これはオイラからの心からの警告だぞ。 Seltsame blutrote Flüssigkeit. Das seltsame Paket, das du nach Verstoß der Geheimregel der Pankration Arena am nächsten Tag erhalten hast. さあどうするんだ。 Ich hoffe mal, dass es nur drei Geheimregeln gibt.Und nicht irgendwie 10 und wir das jetzt 10-mal machen müssen. Nach weiteren Hinweisen sollen wir uns nur umschauen. Beide sind auf der Ebene des Verwaltungstraktes.配り切らないとここから出られないのに。お前ここの囚人じゃなさそうだな。見ない顔だぞ。ええ、もちろん違いますとも。囚人扱いしないでください。僕は法を遵守する善良な市民ですから。じゃあこんなとこで何してるんだ。なんだか困ってるみたいだけど。僕は本他社の販売促進員で会社の飲み物の販促を担当しています。本当は早く仕事を終わらせて本社に戻る予定だったのですが、
まさかここまで時間がかかってしまうとは。フォンタ社のやつだったのか。なんだよ、何かあったのか。はあ、もう頭にきましたよ。全部あの公爵のせいです。この前うちの反則計画を話したら、僕の計画には全く価値がないとドストレートに評価してくれました。これまでの協力関係はまあまあ順調だったので、僕は我慢して彼に説明しようとしたんですけど、彼に話の腰を折られちゃって。なんて言われたんでしたっけ。俺がきっぱり断ったのはあんたの時間を節約するためだ。あんたは特別許可権の価値もわからなければ、自社の商品の価値さえ分かってないのかもしれないな。前者についてはあんたは水の上の人間だから仕方ない、だから責めたりはしない。そして後者についてだが、君たちの飲み物を買うのは水の下にいながら特別許可権のことをよく分かっていない愚か者くらいだろう。だからもう結構だ。そう言って彼は僕の提案を断ると。煩わせるな、他の方法を探してこいとも言いました。こんなにひどいことってありますか。あいつはここのボスだからな。仕方ないぜ。オイラたちも公爵のことは知ってるけど、あいつって確かにつかみどころのないやつだよな。まあいいです、郷に行っては郷に従えと言いますし、ゆっくりやっていくとします。 Unzufriedenheit mit dem Herzog. Der Werbeagent des Fonta-Konzerns war aufgrund vieler Fehlschläge frustriert. Er hatte den Wert der Tauschscheine unterschätzt. Der Herzog ist der Meinung, dass nur Idioten, die den Wert von Tauschscheinen nicht erkennen, die den Wert der Tauschscheine nicht erkennen, diese für ein Getränk ausgeben würden. Siehst du, lag ich mit meinem Himbeersaft vielleicht doch nicht so falsch, dass das irgendein neues Produkt von Fonta ist, was uns irgendwie zugeschickt wurde oder so. Ich bezweifle, dass uns einer eine Flasche von Blut irgendwie schicken wird.試したって聞いたけど、どうだった？何か起きたかい？翌日に謎の荷物が届いたぜ。中身は何なのかよくわからなかったけど。やっぱり噂は本物だったか。呪われたりはしてない？具合はどうだい？その、君たちはちゃんと君たち自身の意思で行動してるんだよね。おいらも確証がないの。Ja, so eine Frage kannst du auch nur du stellen, also mir geht's gut. Und dir bestimmt auch. 見た目は確かにこれまでと同じだけど、油断しない方がいいと思うよ。ところで、本当に試すとは思いもしなかった。ただ好奇心を抱くってだけならまだわかるけど、投票権を買うお金も惜しくないんだね。普通に買っても何か報酬を得られるとは思ってなかったけどな。こういうのって主催側しか大儲けできないもんだろ。とんでもない。我らが鉄拳闘技場はとても良心的だよ。投票権からの収入なんてほんの少ししかないんだから。今開催中の鉄拳闘技場大会もフォンタを生産する会社が協賛したおかげで開催できたくらいでね。飲み物のフォンタを作ってる会社が協賛したのか。公爵の支援で開催したんだと思ってたぜ。ま、ギブアンドテイクってところかな。彼らもメロピデ要塞でフォンタをプロモーションしたいって思ってたからこそこの件を提案してくれたんだよ。Ah, vielleicht ist es ein Geschenkpaket, weil wir zwei von den Scheinen gekauft haben. とにかく数日はくれぐれも気をつけてくれよ。
Förderer des Pankration-Turniers. Collins zufolge wurde das Pankration-Turnier mit Unterstützung des Fonta-Konzerns organisiert. Bin sicher, dass der Fonta-Konzern das nicht aus Wohltätigkeit tut. Welche Ziele verfolgen sie? Naja, Sponsoren halt, ne? So, hier soll noch was sein. Ah, da. Ore, jimen ni chirabatteru kami wa nanda? Obo yoshi ka nanika ka? Iya, chigau mitai da na. Dono peiji ni mo Fonta-sha no marku ga haitteru zo. Fonta wo seisan suru kaisha no shiryou to ka ka? Na, schauen wir uns das mal genauer an. Wakatta. Tsukamattara. Kiyokimitsu wo nusunda tsumi de utaerareta-ri shinai yo na. Wir sind ja eh schon gefangen, also von daher, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Ah, so datta. Omae no yuu toori da na. Mou kawaii mono nante nanimo nai zo. Dare dare? Shin shouhin no kenkyuu kaihatsu wa Fonte no kagakuin no tasuke nashi de okonatte ori, shinchoku ga todokotte iru. Kaihatsusha naibu kara mo otagai no koe ga agari hajimeta. Shin shouhin wa yamu o ezu, namae mo pakkeji mo mitei no joutai de, ikkai me no shiin ga okonawareta. Feedback niyotte 今後の開発方向性を調整する予定。一旦小規模エリアでクローズテストを行う結論に至った。うん。特に気になるところはないぞ。フォンタ社がフォンタ以外の飲み物を開発してるってだけだろ？まあ、あまり順調じゃなさそうだけど。資料は元に戻そうぜ。何事もなかったかのようにな。うん、これでよし。Neues Produkt in der Entwicklung. Internen Berichten des Fonta-Konzerns zufolge befindet sich ein neues, noch unbekanntes und unverpacktes Produkt in den ersten Werbeversuchen. Diese Versuche finden statt, weil selbst Mitarbeiter des Konzerns diesem Produkt skeptisch gegenüberstehen. Ja, wir werden 100% ein Exemplar davon bekommen haben. Das ist ja eigentlich relativ leicht zu sehen, finde ich. Surprise. いつの間にか、こんなとこまで来ちゃってたな。先にご飯でも食べるか？Ja, Zeit für eine Pause. そうだな。特別許可券との引き換えでゲットした時間なわけだし、次はうまく利用しようぜ。おお、これって超ラッキーなサービス食じゃないか？やっぱり頑張ってるやつには幸運が訪れる。ゆっくり噛みしめて味わうぜ。午後はどうする？Freie Ermittlungen klingt doch auch immer nicht schlecht, wa? Ach nee, können wir nicht. Okay, noch keine neuen Hinweise. Es könnte ich lieben, öfter zum Produktionstag zu arbeiten oder Pankration-Arena vorbeizuschauen. Bei der Produktionstag, da waren wir ja schon relativ oft. Bei der Arena waren wir bisher nur zweimal. Gucken wir da nochmal. でもそういうゲームを毎回やるのってちょっと疲れるよな。Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg. そうだな。コリンズに行って難易度の低い適当にやってもクリアできるやつにしてもらおうぜ。